こんにちは、速稼塾の久保です。今回はね、令和たけちゃんのチャンネル、私大好きでよく見てるんですけども、大好きなんですけども、内容はね、大好きじゃないんですよ。というのが、令和たけちゃんに罪はないんですけども、令和たけちゃんのこうね、取材する動画っていうのは、どれもこれも世の中の闇というかね、本当にこういうことをしている人がかなり多いんだなってことを感じさせざるを得ないんですよ。で、今回もあるね、小学校で体育の時間にお亡くなりになったお子さんがいらっしゃるんですよね。で、マスクをしながらジョギングをしていたのかどうかっていうところが争点になるんですけども、で、ここではね、マスクをするかしないかは生徒の判断だよっていうふうに言って切り捨ててるんですよ。で、この生徒さんお亡くなりになってるんですけども、まあ教育委員会はじめ重大事態だとは考えてないそうでね、まあ子供が一人、名もない子供が一人失った、亡くなったぐらいでは何とも思わないのがその実態なのかなと思います。本来なら重大事案は第三者委員会を設置しなければならないんですが、重大事件ではないというふうに判断して第三者委員会を設置せずに、そして内部調査だけで済ましている。要するに誰も責任を取らずにそのまま済ませようということで、まあ被害者の方には泣き寝入りしてもらおうというね、将来あるお子さんがどうなろうと知ったことではないと。いや、自分は責任がないですと。自分は話せる立場でありません。こんな態度なんでしょうね。それに対して納税者として当たり前のようにね、主張する令和たけちゃんなんですけども、だけども今回その令和たけちゃんに対して向けられた職員さんからの対応っていうのはまあひどいもんでしたね。いや本当にね、目の前にその対応した職員がいらっしゃってね、同じボクシングの試合に出ていたら完全にノックアウトしたいですね。そのぐらい私たち国民は憤らなければならないと。実はね、菅総理や麻生財務大臣など財務省が私たちはよくね、やり玉に挙げますけども、敵はもうちょっと近くにいます。あなたの近所の、もしくはあなたの町内のお住まいの方が出勤している先が公務員の関係のところでしたら、ぜひね、考えていただきたい。公務員は本当に公務をしているのかと。私たち一人一人の国民の命を何と思っているのか。自分たちの暮らしさえ良ければ、自分たちの見える景色さえ綺麗ならそれでいいのかと。そして自分たちの見える景色に良くないものが入ってきたら、それは隠蔽するということで本当にいいんだろうかと思うことですよね。ぜひね、自分がその職位に向かっていた時の志を思い出していただきたいかなと思いますし、まあ思い出さないのかもしれませんけどもね、臭いものには蓋、これではね、まるでどっかの国みたいですね。どっかの国みたいになってるんですかね。ということで、私のこの拙い憤りをちょっとね、表現させていただいたわけですけども、ぜひね、この令和たけちゃんのこの動画を見ていただいて、現地の実態を、そしてこの国の実態を知っていただければなと思っております。それでは以上です。